どうも、お酒は立ちなってがまさやんです。おはようございます。今日はね、久々朝から動画を撮ってるんですけども、まあ昨夜はね、寝落ち酔っ払いな感じで、撮れませんでした。はい。で、しかもちょっとね、仕事の方もちょっと祭りがあるんですかね、この次祭りっていうか、地元の大きな祭りのそのパレードに参加するんですけども、まあ、そういった実行員だったので、まあ、その準備とかで、ね、ちょっと遅くなったりということでございましたが、はい。第22サーバー、群雄地区6、開始ということで、はい、おめでとうございます。はい。最近のね、その、開始次の開始のタイミングがね、本当休みの翌日とかということで、なかなかね、間が悪い、タイミングが悪いということで、ガチで回せないわけでございますけども、はい、まあ22サーバーはね、ぼちぼちやっていくということで、まあ3つのサーバーをね、常に抱えることになって、いずれもまだ、始まったばっかりということなんですけども、まあ自分のプライベートとか、まあ体力とか、そういったものを加味した上でね、それぞれのサーバーのプレイスタイルですね、というのは異なるわけでございますので、7サーバーはガチ、22サーバーぼちぼち、42サーバーはまったりという感じでね、やっていきたいと思います。はい。で、私は、炎症ですね。機種炎症スタートだったんですよね。いやー、これは俺のせいなのか、それともたまたまなのかわかりませんけども、その炎症がずっとかそってるっていうことだったんですけどね、先発サーバーの方が。ということで、こちらもまあ炎症から始めて、まあ最終ゆっくり土地を取りながらね、どっかの同盟にお世話になろうということで思ってたわけでございますが、炎症大混雑です。はい。いやー、まあでも炎症のね、最初の技能というか、土地をね、8個上限プラスとかねっていうのは結構いいとは思うんですよ。あと予備兵の方のこともありますし、まあ確かにその狙われやすいとか、まあね、外交をちょっとしっかりやっていかないと、ね、優秀側、高村さん側あるし、まあ巨大勢力がいつもいる曹操側とかもねあるしということで、まあ予想に反してね、大混雑ということで炎症やっていきたいと思います。しょうがない、これはね、まあ、大きい同盟とかがね一つでも入り込んだら、結構ね、混雑ぶりがひどいことになるんです。まあこれを言ってもしょうがないので、はい、よろしくお願い申し上げます。はい。ということでね、22サバはガチャありませんね。ガチャの予定なし。はい。で、まあ昨日ですね、1回だけ割拠、まあ、流浪軍だったので別に報酬何もないので割拠1回だけ半額になってたのかな、来ました、はい。そうすると、なんと、モフモフ対総監督、ガビノ当たりました。いや、これはね、嬉しいです。まあ、分析ですけどね、この様、その開閉、持っておりませんでしたので、ありがとうございます。ありがたい。いや、一発でね、星5を引けたの。というか、当たってないんですよ、最近。このサーバーと7サーバーの方が。10日以上当たってないから、無料とかで。久々、星を引いて、まあまあ、良かったんじゃないかと思います。はい、そういうこと、7サーバーの、今、開始してさ、新しいシーズン、16、17日目かななんだけど、毎日さ、無料半額全部引いてるんだけど、1枚も当たらないっていう。それはまあ制服で紙引きしたんだけど、60連以上ハマってるっていうこと。何かがおかしいよ、このシステム。60連ハマることある 5% とはいえ、まあ確率論的にあるんだけど、しょっちゅうハマるよね、60連とか。
なのかおかしいな。出るときはパパパンと出るしね、確率的には 5% ぐらい収束していくんだけど、なんかね、不自然な、ね、はまり方とかをするけ、怪しいけど、まあしょうがない。はい、ということで、モフモフ対総監督、ガビの、当たりましたので、総目改編に分析したいと思います。まあ、もうちょっと先かな、分析。はい、ということでございます。まあ、カウントね、長期はこの差は持ってるしね、うん、まあ、だいぼちぼち揃ってるので、はい。ガチャはね、いいんじゃないでしょうか。はい。まあ、総人とかも、まあ、コレクション的には欲しいけど、別に、めちゃめちゃ強いって感じもないしね。はい。ということでした。で、仕事があって、まあ、ちょいちょいね、休み時間とかにして、まあ、実質夜の7時ぐらいから、ね、スタートしております。まあ、大混雑なんでね、上にも左にも下にも右にもですね、勢力がいるわけなんでございますから、遅れていくとですね、周りの土地を駆られてしまって、勢力が伸びないということになってしまうので、ぼちぼち、進めていきたいとは思います。状況的には白、今、レベル4土地はね、挑んでないんですよ。挑んでない。無理していかない。なんでレベル9だしね。で、今回、スタダはね、神楽、食の間、長期ってやってます。はい。まあ、最近多いのは、もちろんね、銀兵、神楽、長期、もしくは馬長、神楽、長期とか。まあ、あとはまあ、普通にね、大志寺、神楽、両毛とか、そういったのも多いんですけども、まあ、今回はね、まあ、銀兵でいけるなら、関羽でもいけるんじゃねということで、神楽、関羽、長期という形でやってます。あの、ツイッター誰かがね、全く同じ編成でやってらっしゃって、すでに今、その人は真っ赤だったんですけど、レベル4土地、取っていらっしゃったので、うん。まあ、ちょっと関羽がね、距離、攻撃距離が2なので、本営を置いてしまうとね、通常攻撃当てれないということで、まあ、前半はね、通常攻撃大事なんでね、はい、こういう形にしております。はい。レベル、3土地が15個ということですね。はい。で、もう早いんですよ。10時間とか9時間、スタート10時間、9時間とかで、レベル5土地をね、取っていらっしゃる方、うん。いる！エグ対グオだ。はい。早すぎる。で、いずれも、その、先発サーバーの層もそうだったけど、月影が入ってるんですね。月影。こう、月影が入ってるんですよ。珍しいでしょ？月影がいる、月影が。これを使った、スタダ部隊が、早々に、レベル5土地を、まあ、もちろん真っ赤前提なんですけど、取っていく、みたいな感じでね。確か、ダウン6月影長期かな。これ、先発サーバーのなんか10時間で最初取ったっていう人も、確かその形だった気がするけど。おめでとうございます。すごすぎる、やばすぎる。はい、ということで。トップが、いつもの面々がね、ごてっさんと子供さんのバトル、今回、ね、一緒にまたなったみたいな、スタダバトルが、振り広げられていくということ、安定の上位に来ているということ、まあ他の人もね、頑張ってるということでございます。はい。で、合流する、うん、同盟はもうすでにね、言ってはいますが、まあ発表はまだしてなかったんですけども、今回はまあ、ちょっと主人戦で一応立ち上げてるんですけど、これ、待機、一応待機同盟という形で、まあ、仲のいい面々でワイワイしたり、まあ、新規でね、入ってくださった方で、まあ今ちょっとワイワイしてるんですけども、入るようになりましたら、この今第2位、炎症ね、炎症第2位。すげえな、上から炎症そうそう、炎症そうそうだってば、まあ、そうそうはもう、にゃんこさんね、いつももう腐
腐れ縁のにゃんこさんが独占ワン・ツー・スリー、その後炎症ね、おい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 やべえな。はい、ということで僕がお世話になる同盟は第2位にある総流天章というものでしょうね。総流天章ブログでも有名な、お酒もね差し飲みしたスタダのプロ、はい、子供さんのところにお世話になることになりました。まあ、たまたまね、たまたま被るということになったので、これもたまたまなんでね、はい、前々から決めてたったわけじゃなくて、まあ、直前でそういう情報を仕入れることができたので、はい、まあ、迷惑かけない程度にね、はい、やっていきたいと思いますんで、はい、よろしくお願いいたします。はい、ということで、あの3つのねサーバーがいよいよ始まってしまいました。はい、仕事もあるし、お酒も飲みたいし、動画も撮らないといけないし、うん、まあ、あの今回はね、まあ、目標はもちろんね、その強くなればなるほどいいんですけれども、まあ、ちゃんと3つのサーバー、よほどのことがない限り、その途中でね、まあ、今期終了みたいな形で、まあ、放置するんではなくてね、まあ、最後まで、しっかりと続けていくっていうことを、ね、目標に、まあ、プレイスタイルは、うん、ガチぼちぼちまったりみたいな感じではありますけどもね、うん、まあ、最後まで続けていくと、いろんな人と第三国志を楽しんでいくというスタイルでやっていきたいと思いますんで、どうぞよろしくお願いします。はい、ということで、お酒は私なんてかませんでした。ありがとうございました。